早いうちに輝きます。フォアの体の中心ミドルをフォアで打っていった平野、ゲームの入りいかがですか。いや、平野が連続ポイント、サービス変わります。回転が止まる感じになります、はい、打っていく。今年は絶対に全日本を勝つんだと。バック、早いですね。去年はこれを石川がしのいで、そしてラリーに持っていって、はい、そしてきます。ゲッツ、寝際打っていく、角度をつける。これ石川もびっくりしてましたよ、今の。え、このタイミング打てるのっていう感じで。これも打ってくる、下げさせたところをカウンタードライブですね。早いですね、タイミングが。メルミス勢を見せている平野美宇、打っていく、返していく、いい姿勢です。チキータでくる、バックの打ち合い、あの平野に分があるのではないかという宮崎さんの話、ね、はい、前からチキータ、ここも振っていく、平野の画面右サイド、そちらに打ってくる。今度この画面の右側フォアサイドにサービスを打っていってバックを抜いて、チャンスボールだ、まだ続く、チキータ、チキータにして、そしてバックに戻って、もう一回バックハンド、これはすっごい高等技術なんですよですね。この第2ゲームも平野リード、早い、手前16歳の平野、長いサーブ、早い打ち合い、いや、それひるみませんでしたね。ここですよ、フォア来ましたね。サービスのコートを変えた、まあ、ブル、今度は石川が主導権、徐々にですが平野のフォアを攻めること、こういうことが多くなってきましたね。二度突き、はい、宮崎さんがおっしゃるように突きぐらいまでは行っていいですね。そのフォアへ回り込む、これですね、浮いた、フォア、これはロングサーブかな、もう、そうですね、来ましたね、はい、この早い打ち合い、切ってきた、振った、いや、長いサーブできた、奥、平野美宇リード、来ました、平野。待ってませんから、ほとんど石川がこの後動けませんでした。ロングサーブ、はい、来ました第3ゲームっていった奥の平野、今度はフォア、切ってきた、あっと、いや、今のはよく打ちましたね。あれ切れてるんですよ、平野の突きは。2ポイントリード、ついていく石川、あー、ナイス、打っていった、返す石川、ね、チキータ、打っていった、焦って動いてしまったという感じですね。チキータ、早いのが大変なぐらいのスピードです。まず先に平野が行く、直
長いサーブで来た、抜い7、8本に1本、あのロングサービスがバックに来るんですよ。あれを石川は打ったストレートに行けたら変わってくるんですけど、ここはい、クロスに行くとだんだん返ってくるようになります。誘ってますよね。逆を突く、先に仕掛ける平野、下げさせた、アウト。はい、これですね、これですね、はい、下がってよく返した石川、はい、なんですよ。これ見ててくださいよ、ね、これここですよね。あそこに打ったら決まるんですね。あれ石川も左に動く、長いサーブ、いいじゃないかというだけじゃないんですね。ストレートに打つのは難しいですから。ロングできた、長いサーブできた、今来た、速いテンポ打ち返す、アウト、これでちょっと石またフォアだ、まず1本フォア、やはりこの速さですか。粘りは、あーすごい、ついていけません、まだいいですね。そういう表情ですか。決して高くない。それをね、あのフリックでサービス2本、あとフォアだ。平野美宇選手の方がタイムアウト、1分間以内のタイムアウトを両者1回ずつ取ることができます。回り込む、ロングサーブ、あー素晴らしいとしか言いようがないね、これね。待ってましたよ。そしてストレートに、おっと、短いね、短い、次はついたのは石川、ついていく、あの第5ゲームの流れを何か打ち切るようなこの連続ポイント、そうですね、得点できるんですね。高く投げ上げた、振ってきたですね、今のとこアウトです。石川はね、先ほどのゲームみたいにちょっとあのゾーンに相手をこう引き込まないとダメですね、うん、ねえ、両者ともに1分以内、この1本は効きましたよ。4連続ポイント、回り込んだ、短いサーブが来た、はい、ネット際に落として、そして返ってきたボールを打つ3球目攻撃、回転変えますね、変えました、チキータ、チキータですね、そのやめた、決まった、場外を打ち破って史上最年少チャンピオンが誕生しました。